はい、ということでですね、変身シーン見ていただけましたけども、こちら、RAH のリアルアクションヒーローズの多分、Amazon だと思います。あの、いとこのね、家族にもらいまして、いただきました。で、結構、ちょっとほこりとかついてて、あの、状態はあんまり良くないんですけども、やっぱ昭和ライダーなんでね、これぐらいの味が出てていいかなと思います。しかも、やっぱこうね、可動がすごく良くてですね、やっぱこれできるわけですよ。これいいですよね。で、パーツも他にも 手とかこう変えれますし、いろいろできるんで、やっぱこういうの見ちゃうとね、リアルアクションヒーローズいいなって思っちゃいますけど、集め始めちゃうとね、1体やっぱ今ってだと2万とか3万、ドライブ確か3万だったと思うんですけど、それぐらいするんで、やっぱ買えないですね。やっぱこういうのいいですけどね、本当に。で、僕のこれは、アルミホイルとマジックとハサミでね、あの作りました。で、そしてこれはあのリアルあのトリプルチェンジ変身ベルト、レジェンドライダーのやつですね。これがやっぱりこれしかないので、ポピーのやつはもっと欲しいですけども、ポピーのやつなんてね、多分買えない値段だと思うんで、あの欲しいと欲しいですけどね。で、あとあの動画とはね、仮面ライダーとは全く関係ないんですけども、あの僕のね、体変身シーンで見ていただけた通り、意外と絞れてきました。あの時よりも 2,3 キロぐらい痩せたのかな、 57.5 キロで、筋肉量が 。ということで、めっちゃ疲れた。こんな感じで、筋肉もね、ちゃんと維持できています。はい、ちゃんとね、毎日やってるので維持できてます。はい、ということで、去年のね、9月かな、8月9月かな、筋トレして体を鍛え直しますって言ってから約半年経ちましたけども、意外とまあまあ悪くはないですね。いい方だと思います。自分でちゃんとやってますし、ある程度ですけど、最近ちょっとね、忙しくて毎日はやれてないんですけども、ある程度やってるので、あの維持はできてると思います。あのこれ以上ね、やっぱもうちょっとこうむきって出るようにしたいんですけども、あんまりね、あの出てくる時間がないんですけど、まあ継続してやれたらね、いいことだと思いますので、そんな感じでやっていきたいと思います。変身シーンの方もね、頑張ってこれからやっていきたいと思いますので、ぜひ面白さを重視で、あと次は似ている、ちょっと似ている、なんか 何かと似ている、なんかこう雰囲気ある、うん、を2番手で、3番手はあわよくばかっこよくヒーローっぽく特撮っぽくやっていきたいかなと思っておりますので、ぜひこれからもご視聴お願いします。ということで、 Amazon の RAH の紹介と僕の体と変身シーンでした。それではまた明日。